計画と違う。誰も傷つけないって言ったでしょ。オルゴールの石をチャージしに行ってもらうためにな。かわいそうに君は利用されたんだ。でもマーちゃん、これどういうこと。ねえ、計画って。他にもあるいろんな世界に私たちも連れてってもらう約束なの。これまでみたいな楽しい冒険が一生続くように。え、なんで。そう思うよな。ごまかすのはよせ、マーシー。真実を話さないなら私が。やめて。真実って何。こう感じたことはないか。例えば隠し事をされてるなとか、ワープしたのは偶然じゃなく計画かもとか。誰かさんの。ちょっとまさかマーシー。嘘、ありえない。おっと、これをゴシップと言うんだったか。3人のため、アンの誕生日の日、パパの仕事の都合で別の州に引っ越すって言われたの。そしたら私たち離れ離れになっちゃうでしょ。マーシー、このオルゴールを見つけて本当に使えるとは思ってなかったけど、うまくいって、ほら、一生離れずに住む場所に来られた。3人が友達として永遠に一緒にいられる世界。なんてことしたの。家族を置いてきたんだよ、人生も。でもここはすっごく楽しいでしょ。みんな成長したし、それにスプレグと会えた。私のおかげで全部